僕の名前はラルフ。今は一人と一匹暮らしだけど、小さい頃は父さんから厳しく教えられた。他人のものを盗むのはいけないことだと。秘密があるんだ、僕、つまり怪盗 R にはね。大変だ、棺が盗まれた。ナポレオンの棺が。同じ紋章が刻まれた美術品がルーブルに展示されているんだ。今日こそ聞かせてもらうぞ、あの事件の真相。その子ですか、私の娘だというのは。許せ、ラルフ。父さん！世は皇帝ナポレオン、小僧、ひざまずくがよ。じゃあね、マリア。運命を変えたのは僕じゃない、君自身の力だよ。とんだ茶番ですね、ハインリヒ男爵。ここでお前を捕まえればあいつを見返してやれる。楽しいダンスには天使が集まってくるんだ。天使が？なるふ。そろそろ祭りのフィナーレだ。ショーイズオーバー。さあ、パリの街は俺たちが守る。再び皇帝の支配する時代が来たのだ。過去の亡霊が支配する時代なんてごめんだね。分かっていないようだね。私はあなたに死んでほしくないの。終わったよ、マリア。誰も君を苦しめることはない。